はいどうも、まこです。このチャンネルでは、うつ病当事者の私が日々の体験談をお伝えしていくチャンネルになります。今回のテーマはですね、風道というテーマでやっていこうかなというふうに思います。僕は現在、生活保護を受給しながら、うつ病と向き合って生活をしております。でね、今日はですね、耳鼻科に行ってきました。いや、僕ね、実はですね、まあ、いろんなものを持っているわけなんですけれども、慢性のアレルギー性鼻炎持ちでもあります。いやーね、これめちゃくちゃきついんですよね。まあ、何がきついかっていうと、ね、季節の変わり目とか気候が変わったりしたらね、くしゃみと咳と鼻水のトリプルコンボがやってくるんですよね。いやーめっちゃきつくて、で、なんかね、実家にいた時とかは、家族からあんたいびきがうるさいとかね結構言われてたんですよね。で、まあ、僕は生活保護に入ってから医療費がね無料になるので、まあ、いろんなところをねボロボロになった体をね今メンテナンスをしているわけなんですけれども、まあ、今日はね若干鼻がきつかったんで耳鼻科に行ってまいりました。耳鼻科はねしょっちゅうは行かないんですけど、やっぱ行くとねだいぶ楽になりますね。この動画をご覧いただいている方で、まあ、例えばアレルギー性鼻炎であったりとか、鼻炎とかね、あとは花粉症とか持ってる人っていますかね。まあ、僕は花粉症ではないんですけれども、まあ、やっぱ鼻ってね、やっぱ結構睡眠とかにもまあ影響してくるんで、まあ、僕はなるべくね、鼻のケアをするようにはしてるんですけど、まあ、それでもね、慢性なんで、年中ね、ずっと僕はこの鼻炎と付き合っているわけなんですよね。だいぶ耳鼻科に行って気分が楽になりました。鼻の粘膜のところに薬をプシュップシュッって当てて、で最後になんかチューブみたいなのがあって、でそれにね鼻を突っ込んで10分ぐらいねこうやってねスーってやるんですよ。でそしたらなんか鼻のね、通気性が良くなって、でだいぶ気持ちよくなりましたね今日は。ね、まあ、昨日は美容院行ってきて、で今日はちょっとね耳鼻科行ってきて、だいぶ気分がねすっきりいたしました。ね、まあということで、ね、まあ、今日はね、まあ、早速耳鼻科行ってきたんで、ね、まあ、ちょっとこうもらってきたね、薬をこう、まあ、飲もうかなというふうに思いますね。なんかね、僕はやっぱりこまめにね耳鼻科行かないとやっぱ結構きついですね。ちなみにですね、これこのコップなんですけど、猫の肉球コップです。雑貨屋で安く売ってるんで、かわいいでしょ。ね、この鼻炎の辛さってなんか何が辛いかっていうと、例えばね風邪をひいちゃった時とかはもうほんまにやばくて、ね、熱が治った後でも2週間ぐらいねもう鼻詰まりが続くんですよ。でだんだんなくなっていくんですけど、それがめちゃくちゃきつくて、ね、もう風邪ひいた時とかはなんか鼻と口を押さえてほーってやったら目からね、汁が出てきそうになるぐらいやばいんですよ。だからなんか、蓄膿とかあるじゃないですか。まあ、あれになる可能性もあるので、僕はかなり気をつけてやってます。ね、なんか、無呼吸症候群とかあるじゃないですか。で、まあ、睡眠障害とかにもなりかねないので、まあ、僕はたまにこうやって、ね、生活保護を利用して、耳鼻科に通っております。いや、今日はね、だいぶ鼻がスースーしてね気持ちいいですね。でね、これはちょっと節約のお話なんですけど、僕ね鼻炎でもうしょっちゅうティッシュ使うんですよ。なのでこんな感じでね、もう普段はトイレットペーパーで鼻かんでます。いや、これ100均のトイレットペーパーを使って、僕はこれを常備してますね。
痛快、爽快、花満開。まあ今日はちょっとアレルギー性鼻炎ということで、あの鼻炎のお話をね、まあ、ちょっと軽くなんですけど、まあ、したんですけど、まあ、やっぱりね、これからの季節、梅雨に入ってね、気温の寒暖差がまあすごく変わったりするので、ね、まあ、なんか風邪にやっぱ気をつけたいなというふうに思いますね。今日ちょっとあの暑かったんで半袖着てるんですけど、気温の寒暖差とかで体調崩したりとか風邪ひいてしまうと僕はもうどえらいことになってしまうので、ね、やっぱこううつ病での体調もそうなんですけれども、風邪ひいてしまうとね、僕の場合はね、かなり長期間のスパンで引きずるので風邪に気をつけたいなっていうふうに思いますね。予防してても、まあ、やっぱりどうしようもない時とかね、風邪をひいてしまったりとかっていう状況は結構あるのかなっていうふうにはね、思うので、まあやっぱりね、なるべく風邪のね予防は普段からできるだけね、したいなっていうふうに、まあ今日耳鼻科行ってね、ちょっと実感をしましたね。まあ、もしこの動画をご覧いただいている方でですね、例えばアレルギー性鼻炎であったりとか花粉症をねもし持ってますよっていう方がいらっしゃればですね、普段の、まあ、例えば気をつけていることであったりとか、まあ、やっていることであったりとか対策とかね、もしねそういうのを知っている方がいらっしゃれば、ぜひ僕はね、まあ、教えていただけると非常に助かりますので、コメント欄の方にご記入いただけると嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、自分の体が一番大事だというふうに僕は思いますので、ね、僕はこれからもですね、鼻のケアを忘れずに、ね、風邪の対策を怠らずに、ね、やっていこうかなというふうに思います。では今回はこの辺にしておきます。この動画では僕の生活保護やうつ病に関するテーマをメインに動画を投稿しております。この動画をご覧になって、もしよかったなという方は、高評価、チャンネル登録をいただけると非常に嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で、バイバイ。